にちは、かほです。はい、今私は奥多摩駅からバスで、移動してきて川成橋というところにいます。で、あの川の音がねゴーって聞こえると思うんですけど、目の前にはねこう川が流れております。はい、で今日はですね、ここから川成山という、はい、奥多摩のね山を登りたいと思います。川成山は、ルートの途中に落差が40メートルくらいある滝が出てきて、日帰り登山でねすごく人気の山かなと思います。はい、あの最近ねこう暖かくなってきて、本当にね登山の季節だな、季節がやってきたなっていう感じがします。はい、ということで、春のね登山楽しんでいきたいと思います。それではスタートです。今回のルートがこちらです。川成橋バス停を出発し、百尋の滝を経由して川成山山頂を目指します。川成橋から山頂まではおよそ3時間半の道のりです。その後は山頂から鳩ノ巣駅を目指します。下山はおよそ2時間です。合計で6時間弱のコースとなります。はい、川成山登山口百尋の滝ということで、ここからスタートですね。で、この、門の横側を通って、はい、行きます。はい、ということでスタートしました。しばらくは、渓谷沿いのこういった林道をね、歩くという感じになります。で、今回登る川成山、名前の由来が川成、あの海の海苔じゃなくて川で取れる海苔ですね、があるから、まあ、川成山というらしいです。ただあのバス停の表記とかはね、川に自動車に乗るの乗るで川成山ってね書かれてたりするんですよ。だから川成山の表記に2つ種類があるんですよね。はい、ただまあ今回はこの動画では、川成の方ですねの感じでちょっと行かせていただこうと思います。はい、ということでとりあえずこの舗装路をね歩きます。はい、これは細倉橋という橋です。で、この橋を渡るとこれねちっちゃい小屋があるんですよね。水力発電の小屋って書いてありますね。で、ここから百尋の滝と川成山に入っていくわけです。よいしょ。はい、ということで林道を歩き終えて登山道に入りました。で、この登山道がねすごいね細いんですよ。なんかねもう人とすれ違うのがねちょっと難しいんじゃないかっていうねくらい細いです。で、右側は、谷になっているのでちょっと気をつけながら、はい、歩きたいと思います。はい、百尋の滝までの道は小刻みなアップダウンが続くっていうね感じですね。で、道が狭いのにプラスしてたまにこう足元がね濡れてる時があるんですよ。だから、まあ、足の裏を濡らしてしまってこう滑らないように注意が必要かなと思います。あー、で、東国蜜蜂ツツジかな、なんかすごい赤ヤシオかな、あのピンクのねツツジが咲いてます。綺麗。
いしょ。今度は階段だ。歩いてきて、看板がありました。でね、これ多分水場だと思いますね。水汲む場所もあります。で、こっちちょっとね、足元注意しながら行きましょう。よいしょ。もうね、多分滝は近いはずです。はい、百尋の滝、もうね、目の前まで来てると思うんですけど、直前はね、すごい登りがきつかった。ちょっと待った、目の前に、百尋の滝、ありました。やった。それでは百尋の滝行きます。うわー、立派。長すぎて縦が入らない。はい、ということで百尋の滝到着です。もう迫力がすごいです。で、百尋の滝の広は、すごくね、古い時代に中国や日本で使われていた単位のことなんですよ。で、だいたい 1.8 メートルくらい、こう人が両手を横に伸ばした距離くらいのことを言うんですけど、だから百尋だったら本当はね、180メートルくらいの、滝っていう意味なんですけど、180メートルはなくて40メートルほど落差があります。はい、百尋と表現するくらいとにかく大きいということですね。うわー、すごい迫力がやっぱりあります。うわー、すごい。それではここから川の山山頂を目指します。約2時間の道のりです。ここからが登りがね、本格的になります。川の山の山頂を目指しますよ。よいしょ。なんか鎖がね、横にかけてありますね。よいしょ。はい、道中にはですね、こんな感じで標識がね、結構あるので道迷いはなさそうですね。ただこれこんな感じでですね、なんか削られたみたいな跡があるんですけど、これ熊かな、熊がなんか削ったんですかね。ちょっと奥多摩は熊がね、結構出るから注意しなきゃですね。はい、百尋の滝を出発してからね、本格的な登りが始まりましたね。で、つづら折れになってる道をこうジグザグにこう登っていくというよね、回ってないもんな口が、はい、こうジグザグに登っていくという感じです。頑張れ自分。登り、よいしょ。急だこと、よいしょ。よいしょ。
はい、この辺すごい綺麗、横たわった木の幹が苔むしてて、あーすごいグリーンが綺麗です。よいしょ。はい、しばらくの間無心で歩いておりました。川の山アップダウンがねすごい多い気がします。ちょっとくたびれてきました。情けない。はい、であとはですね、眺望も、登ってる途中はねほとんどないんですよ。だからこうずっとね山の景色を見ながら登るっていう感じがちょっと、まあ、飽きてくるっていうところではあるんですけど、山頂はねほぼ360度景色が見渡せるみたいなんで、まあ、そのね景色を楽しみに登るしかないですね。あと30分くらいです。頑張ろう。よいしょ。よいしょ。はい、分岐ですね。で、川のり山はあと 0.2 キロ。あーもうちょっと、こっちです。はい、山頂標識が見えました。あーもうちょっとです。川の山標高1363メートル到着です。はい、ということで川の山の山頂到着です。で、私ねさっきね山頂は360度景色が見えるはずって言ったんですけど、360度は見えなかったですね。どうだろう、100度くらいかな。はい、でもあの奥秩父のね山がねすごくねくっきりと綺麗に見えてます。じゃあ景色をどうぞ。はい、でこの後は鳩の巣に下るんですけど、ちょっとねお昼ご飯っていうかご飯は鳩の巣で食べようと思っているので、山頂では休憩をちょっと短めにして、はい、このまま下山したいと思います。それでは鳩の巣駅に向けて下山です。およそ2時間の道のりです。鳩の巣駅には名物グルメがあるので、それを遅めのランチにしたいと思います。さて山頂の手前の分岐に戻ってきました。で、向かうのは鳩の巣方面 6.6 キロ。はぁ、下山も結構大変だ。はい、樹林帯に入って、黙々とね下っております。で、川のり橋からの道よりも、こちらの登山道の方が、横幅がね広くて、まあ、安全に歩けるかなっていうね感じはしますね。とにかく私は鳩町じゃないわ鳩の巣でお昼ご飯が食べたいから、もうとにかく早く下りたい。あ、ここにお社がありますね。よいしょ。これは
大根の山の神という、はい、やつですね。でこれをこちらに、はい、駅の方に進みます。はい、下山を開始してからちょうど2時間、経ちました。もうそろそろ足が限界。はい、で山頂からだいたい800メートルちょっとね、標高をね下げてきました。ゴールはねもうすぐそこです。最後まで頑張ろう。歩いて駅まで行きます。お、線路、もう駅は近いんじゃない。あっ、あっちに見えた。よいしょ。あ、駅だ駅だ。はい、鳩の巣駅です。はい、ということで鳩の巣駅到着しました。無事にゴールです。で、私ですね今回初めて川の山を登ったんですけれども、山頂からの景色は奥秩父が見渡せてすごくいいですし、途中に百尋の滝っていうねすごいね迫力のある、見どころねスポットもあるのですごくねおすすめです。で、行きはですねバスで登山口まで行って、帰りは駅からこう帰ることができるので、まあ、こう私みたいにねこう車持ってないみたいな公共交通機関で移動しますっていうね人にはねぴったりな山なんじゃないかなと思います。ただですね全体でルートが6時間くらいかかって、かつまあ休憩入れたらもうちょっとね、時間かかると思うんで、まあ十分ね体力をつけて、臨むのがいいかなと思います。はい、ということでこの後は駅の近くで、お昼ご飯、ちょっと遅めの、はい、お昼ご飯を食べて帰りたいと思います。ということで今回の動画はこちらでおしまいです。ご視聴いただきましてありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。ということでやってきたのは駅から徒歩1分の鳩の巣釜飯というお店。こちらには2種類の釜飯があります。一つはきのこ釜飯で炊き込みご飯のような感じです。もう一つは山菜釜飯で白ご飯の上に具材が乗っかっているという感じです。どちらを注文したかは来てからのお楽しみということで、まずはビールを飲ませていただきます。はい、では乾杯。やっぱりね、登山後のビールは最高です。はい、注文した釜飯がやってきました。じゃーん。私は山菜釜飯を頼みました。白いご飯の上に具材が乗っかっています。下のご飯はこの容器でその場で炊いてくれるという感じです。はい、そしてこちらは水炊き、レモンを入れていただきます。野菜もお肉もたっぷり入っています。はい、ではいただきます。まずは水炊きから。レモンの風味がさっぱりとねしていて美味しいです。そしてこちらは天ぷら、春の味覚ふきのとうです。さあ次は満を持して釜飯です。ご飯は炊きたてなので熱々です。
いやー、ご飯の上に乗った山菜がね、よく合います。登山終わりのバテた体に炭水化物がね、ガツンと染みます。このね、ご飯と水炊きを交互に食べるのがいいんですよね。ということで、この後は黙々と食べ進めました。最初は全部食べられるかどうか不安だったんですが、なんとか完食です。もうね、お腹パンパン、これ以上は入りません。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。